ベルリンで撮影されたエム・プングの写真イギリスの雑誌に載ったギガ・ダーウィンの公園のポスターの上にボンゴの絵が貼られている。ム・プングはヨーロッパに生きた状態で連れてこられたオスのゴリラである。1876年からベルリン・ウンターデン・リンデン水族館で公開された。1874年生まれで、1877年に死した。 アフリカの外で生きたゴリラの形態的特徴や行動が研究された最初の例となり多くの動物学者たちの注目を集めた。1855年に最初にヨーロッパに連れて来られたゴリラはイギリスの移動動物園で人間の服を着せられて7ヶ月間公開された子供のメスゴリラのジェニーであったがチンパンジーと思われていて学者の注目を集めていなかった。 エムプングという名前は、現在のザイ,イールにあたるアフリカ沿岸の言葉でゴリラを示す一般名詞であった。エムプングとか、マスターポンゴマスター、ポンゴとか、ポンゴから贈り物としてアフリカ探検に参加していたドイツ人軍医、ユリウス・ファルケンシュタインに贈られたものである。エムプングは、現地人ハンターによって捕獲され、ポルトガル人に売られたもので、 この時年齢は14ヶ月と推定されていた。はじめひどく弱っていたゴリラは、公益所でファルケンシュタインの世話によって元気を取り戻し、1876年5月、船に乗せられ、リバプール、ハンブルクを経由して、6月30日にベルリンに到着した。翌日、ウンターデンリンデンの水族館に運ばれ、しばらく鳴らされた後、水族館で公開され、 人々の大きな関心を呼んだ。水族館では動物学者のハルトマン、コールマン、ベータースラによって研究が進められた。はじめヒヒとオナガザルと一緒の季節の檻に入れられていたが、8月の末か小さなヤシが置かれた広い檻に移された。1877年の7月から9月はじめの間は作られたばかりのロンドンのイベント劇場の ロイヤルアクアリウムで展示され、ベルリンと同じように多くの学者を集めた。それらの学者の中には、オーウェン、マイバーとバックランドがいた。一般の人々の関心も高く、報道機関も大きく扱った。ロンドンタイムズは一面で報じ、ニューヨークタイムズやオーストラリア、ニュージーランドもこのことを報じた。1877年8月の雑誌パンチには、リフレクションズ、 オンザ・ゴリラ・アット・ザ・アクアリウムと題した以下のような詩が掲載された。1877年11月13日の朝、何の前兆なく、このゴリラは死んだ。翌日、ファルケンシュタインと病理学者のフィルヒョウの立ち会いの下で、解剖が行われ、死因ははじめは、腸の炎症と診断されたが、5週後に肺炎だと発表された。この有名なゴリラの詩は、 世界中で報道された。このゴリラの骨格標本は、フンボルト博物館に保存されたとされるが、現在は失われている。ありがとうございます。